はい、こんばんは、こんにちは。スタリューバレー続きをね、やっていきたいと思います。はい、録画ミスとかね、いろいろ音声の方の設定とかいろいろやってまして、話がだいぶ進んでおります。はい、こんにちは。マーニーさんが来たね。この猫ちゃん見て。おうほうほうほう、野良なんだ。そうだね。この場所が好きみたい。うん、この場所には良い猫が必要だと思わない？はい。デドレー。どうしよう。どうしよっか。名前ね。全然全く考えてなかったね。突然だからね。なんか変なスペース入ってんね。まあいいや。どうか。よしよし、いい子にするね。わかった？多分今回は録画がちゃんとうまいこと言ってると思うんですけど、ね、びっくりでした。まあそんな感じで、クエストの方がね、いろいろ発生して、配達、次元ですね、これね、きっとね。はい。ワンデイ、熟したパースニップ。OK。エミリーに持っていくということで、これ収穫できそうですね。イエイ。で、あと、釣れなんで、水をやっていきましょう。あと、そう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 、かかしも作ったしね。かかしが、なんか、8マス、あ、4マスかな。ここを中心に4マス4マスって感じなんで、この畑の方も考えてやっていかないといけないなって感じですね。あと、これ、石畳。石畳作ったんで、また畑のこの周辺をね、作っていけたらなと思いますけど、思うけど、うまいこと配置させたいから、そうだね。うん、かかしを中心に444で畑きれいにもう一回作るかな。特に何も考えずやったからね。やばい、水がなくなってくるぞ。あとね、ロビンちゃんからね、メールが届きまして、石をね、75個と、1000ゴールドで、井戸が作れるってことなんで、この辺に井戸作れば、水汲み、あそこまで行かなくていいかなって。またメール来てますね。親愛なるカミット。おっと、明日、町の広場でイースター。なるほどね。午前9時から2時までの間に来るんじゃぞ。エッグハント。わかりました。まだあるか、メール。小さな家ね。いくつかスペースが必要で、まあ、ロビンね。拡張、いろいろあるんだね。台所付きの家とかね。レシピ、いろいろ。なるほど。まあ、とりあえず、今回パートは、エミリーのとこに行くん、とりあえずエミリーのとこに行って、クエストを達成させましょう。配達。エミリーの家はどこですかっていうね。あ、ここね。街に入ってくるっとね。まずこれはカットしないでいきましょう。あとね、やっぱ種ももうちょっといっぱい欲しいな。もうすぐかな。これ？この辺？ハロー。誰もいないぞ。これ、エミリーの家とか。ヘイリー。
出ちゃおうか。ここかな。ここじゃなさそうだぞ。この人誰だろう。サムか。エミリーじゃない。なるほどね。まあこれもちょっとフラグなんだろうね。ジョージアよりもなんかそのね、安いなんかレシピでなんか作ってあげれば。あ、もう一個こっちね。はいはいはい。ここって牧場のとこだよな。ここなのかな。あ、この人エミリー？マーニーだろ。マーニーとは仲良くしじゃない。なるほどね。この地図の拡大できたらいいんだけどな。やっぱさっきのとこか。やっぱ時間帯によるんだよね。で9時だっけ、9時頃からショップも開くしね。ヘイリーは無視してる。でも一応目で追うんだ。じゃないよな。あ、みんなそういうふうにああいうふうに挨拶してんだね。いやー、せっかく持ってきてんだけどさ、今日中だよな。動物の森みたいにエミリー呼べるなんかメガホンみたいなさ。やっぱここだよな。ん？ちょっと待って。あ、出ないな。迷うぜ。Okay. Thanks. で、これで配達完了。よし。で、あとですね、コミュニティセンターの謎も解けたっていうかね、なんかその、なんか変な魔物みたいのいたんですけど、戦おうとしても、探索に行っても触れようとすると消えちゃうしってことで、どうしようどうしようと思ってたところね、魔術師からね、接触がありまして、なんかいろいろ情報を教えてもらって、次はもうね、そのまま行けるみたいです。参加するよ。なんかちょっと欲しいよね。12日かかるもんな。たくさん取れることもある。これをあと2個買おう。 OK。 よし、いい感じいい感じ。で、あとね、ロビンちゃんの家がこうですよね。ロビンちゃんのここね、ここ、そこまで多分カットするかと思います。はーい、到着しました。ここで井戸が変えるみたいなんで、違うな、ショップ、
井戸。ないぞ。そのまま話しかければいいのかな。手紙来てたよ。セバスチャン、まあ会ってきましょうか。セバス。お、来てくれた。まあね。うん、会ってきたよ。なんか、あの、井戸を作れるって手紙いただいたんですけど、みたいな。あ、そっか。あるのね。ああ、あったあったあった。これで、これね。牧草家として貯めておける。ああ、面白いな、いろいろ。なるほどね。じゃあ、これ。建築。どこに建築する？悩むなぁ。案外近いもんなぁ。オッケー。なるほどね。デイアフタートモロー。明日、明後日。お金がなくなっちゃいました。とりあえず HP エネルギーもあるし、筋肉強そうなんだ。時間もあることだしね。ちょっと鉱山の方行きましょうか。午後2時から開くんだね。時間的にちょうどいいのかな。あ、4時か。まあいいや、行きましょう。行ったり来たりしてるけどね。はい。まあみんな移動すんのね。みんな結構バーの方を移動したりとかしてますよね。はい、到着です。ここですね。あ、2時なんで一回ちょっと挨拶に行こうか。なんか資格がないものはね、入れないんですよ。だからまあ、とりあえず、クエストがあるんですけど、鉱山を探索。5階が多分実績なんだろうね。これなんだこれ。動かないようだ。よし、じゃあ、潜っていきましょうと思ったけどさ、これがね、あった。ランダムなんですよね、きっとね。で、どっかから行けるみたいなんですけど、これなんだこれ。マジ。行きましょう。結構ね、敵もね、現れるんですね。スライム来ましたね。体当たり結構やってきますからね。お！面白いことに、前回この奥行ったんですよね。結構強い。やべ、毒なった。ああ、行ったとこまでとりあえず探索済みってことになるんだ。こっからなんですよね。こっから探索ちょっとね、壊していきましょう。まあとりあえず、箱。なんもなしか。まあどっかに、今3階か。やっぱちょっと食料も持ってきた方が良かったね。手荷物もいっぱいだしさ。でもぶっつけ本番じゃないけど、急に思い立ったことだからね。うわ、結構減るな。銅鉱石。いいけど、体力の消費が半端ないんだ。オッケー、発見。
ガンガン行きましょう。敵が来たぞ。体当たりして。オッケー。オッケー。もう手荷物いっぱいだよ。あんま遊んでられないぞ。4階だから、もう1個だからね。頑張って出てこい。来た。オッケー、達成。これで何これ、ゼロ。これで5階まで行けますね。次は5階から探索ってことなので。え、なんだ、西が40階。鉱山のエレベーターが機能しているようだ。これを、これで見たことのあるエレベーターからすぐに戻れる。なるほどね。次は5階から探索しろってことなんですよね。もう8時か。まあ、せっかくだからちょっと、実績できたということでね、もしかしたらギルドに入れるかもしれない。ダメか。いかんのか、まだ。まあとりあえずね、うちまでカットします。はーい、戻ってきました。じゃあとりあえずちょっと暗くて見えないな。ここにさ、植えたよね。で、水をかけて、うわ、よし、入ろう。スライムと銅鉱石と石畳、また今度ね、やろうか。よし、じゃあ今日はイースターですね。じゃあの、明日の天気は？明日は雨か。どうした？いや、おはよう。クリントさんか。そうそうそう、いろいろ見つけたよ。銅鉱石見つけたよ、さっき。かまどが必要になる。ちょうどかまどの設計図が余ってる。ありがとう。イエーイ！かまどの作り方を学んだ。なるほどね。なるほどね。ありがとう。新しい西。かまどを作ろう。どれだ、かまど。これか？キャンプファイアだろ、これ。かまど、銅鉱石。鉱石と石炭から。なるほどね。ちょっとあれだけど、銅鉱石を出して。銅鉱石28とか必要か。まだまだだいぶ先の話だね。まあ現状ではまあ預けといていいだろう。よし、じゃあ水あげて、で明日には井戸が完成か。まだだったね。
いやー、なんか地味楽しいの本当に最高。まあ植えとく。まあこれにも水やって。にゃんこが向こうに行ってるぞ。よし、水も入れたし、 OK。 2時ぐらいだよね。にゃんこどこ行った。よし、じゃあこの辺ちょっとやっときますか。資源確保で倒れるぞ。うぅ、おいえ、石も拾って、倒れるぞ。うぅ、と思ったら結構エネルギー減ってるからね。あ、9時からか。オッケー。これ。よっしゃ。オッケー。まあ、一回ね、荷物預けましょう。手紙も来てるな。よし。間違えた。オッケー。おい、じゃあまあ、行きましょうか。ですね、手紙確認しましょう。古い鉱山を探索しているようだね。私が言えるのは、君には冒険家精神があるってことだ。スライム、なるほどね。あ、そういうことね。次、40回まで行かないきっといけないかなと思ってたけど、スライム10匹倒すことができれば冒険者ギルドに入れると。なるほどね。すぐ探索に行きたいんだけど、今日はね、イースターということで、今回、おっと、手ほどき。なるほどね。今回パートではイースターに参加したいと思います。ウサギのぬいぐるみ、イチゴの種。今お金ねえんだよな。もうなんかみんな楽しそうじゃん。これでちょっと普段話さない人ともね。こういう休みもいいよね。なるほどね。まあみんなに話しましょう。そうなの？まあ行きましょうか。始めましょう。エクハント？それでは今日の祭りのハイライトです。毎年恒例、春のエッグハント。イエーイ。一番多く見つけて商品を持ち帰りたいなら全力を出す必要があるからの。で、さあみんな準備はいいかの。今じゃ、エクハント、はじめ！おーし、行くぜ！卵だろ、卵。1個見つけたぞ。2個見つけたぞ。あった。あった。ここに1個。あ、この裏にもあるけど。いけた。おっと、あそこの裏にあるけど。OK。Excuse me。どこだ？わかりそうで見つかないぞ。
ああ、見つけたのに、2個見つけたのにもう、ああ、どうだろう。まあでも、この初めてのね、エッグハント勝者は、アビゲール。負けちゃった。どうなの？何個？何もらえんだろ、商品は。さて、これで今年のイースター祭りおしまいだ。みんな来てくれてありがとう。こんなに人がいるんだね。うわ、一気に夜になっちゃった。いや、今日も疲れました。みたいなね。まだちょっと HP というかエネルギーあるから、ちょっと木でも切っていくか。こっちから切らなきゃね。まあでもいい実験になるね。このまま水の中に落ちるとどうなるのか。落ちちゃったけど、やっぱダメか。よいしょ。木材。よし。これ切って、根元切ったら、よいしょ。OK。まあ、金策のことも含めて、とりあえず納品しとくか。よいしょ。樹液もいいしね。OK。ああ、疲れた。いろいろ今日はあったからな。おっと、猫今、立ってたな？お前、立つな？ほいじゃまあね、寝ましょう。全然金になんねえよ、みたいなね。OK。14日目。なんだ？うわ、今日は雨だ。はい、じゃあそんな感じで、今回はここの辺で終わりにしたいと思います。次回パートこそね、コミュニティセンターを探索。そして、あと、石畳も設置したいかなとか思ってますし、とりあえず、テレビ見ようか。明日の天気は？おお、明日はいい天気みたいですけどね、今日は雨です。はい、今回はね、ここで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。ありがとうございました。